ツイッターとライフサイエンス分野の、橋渡しをするお仕事と題しまして、了解じゃないけど、まあいいな、はい、発表いたします。自己紹介、はい、こんなアイコン使いながら、はてなやツイッターでやってる ID 人気以上です。どうぞよろしくお願いします。まあ、私のことは別にいいです。東大の、修士1年で、趣味が、まあ、プログラミングで、C++ とか Ruby とか R とかを、まあ、よく、言語で使ってます。で、DBCSA の、リサーチアシスタントとして、去年の5月から、こちらで働いています。で、私が、やったことを、まあ、今日発表することなんですが、これです。DBCS のサービスを利用するための Twitter のボットを作りました。で、Twitter 知らない人っていうのはさっき、手書きで、まあ、大体の方は知ってらっしゃるということですね。まあ、それについてもちょっとお話をしようと思います。今日の内容、こんな感じです。自分の作ったボットの、紹介で、このボット、自分が作ったボットを経由して利用できるサービスで、ハナトモグラフィーというものが DBCS のサービスでありまして、それの紹介を最初にいたします。で、その次に、Twitter ボットとは何かっても大したこと言わないですけど、で、その次に Body3D という自分の作ったボットの紹介と、それの実装についてお話を。で、あとは今、これはもう大体出来上がった仕事なんですけれども、今やってる仕事についても軽く後でお話をしようと思っています。で、ハナトモグラフィー、うちのじゃない、私が、DBCS で作ったツイッターボットが、利用するサービスなんですけど、これ見えますかね、人体の、臓器の3D モデル画像を DBCS ので、BodyPath3D というサービスで、まあ、提供しまして、それのそのボディーパーツの3D モデル画像をいろいろ組み合わせて、で、一つの画像を作るっていう、そういったことをブラウザでできる、ウェブサービスで、アナトモグラフィーというものがあります。で、まあ、臓器の組み合わせですとか、色ですとか、透明度、あとは、まあ、臓器どこから見るかという角度とかですね、そういったものを詳細に指定可能になっています。DBCS に行って、これは公開します。こちらの URL で、アクセスできます。lifesciencedb.jp/ag、まあ、アナトモグラフィーなので ag。または、アナトモグラフィーで、まあ、検索をかければ、Google検索などをすれば、まあ、一発で出てくると思いますので、皆さんぜひアクセスしてみてください。まあ、アクセスしてみてくださいって言っても、パソコン手元にない方もいらっしゃるかと思いますので、今私がここでやります。で、まあ、もう開いてあるんですけどね、はい、アナトモグラフィーというサービス。まあ、こんな感じで開くと、なんかこう 3D の、モデルですとか、あとはここちょっと小さくて分かりづらいかもしれないですけど、神経系とか感覚器系とか循環器系とか、いろいろなその臓器の、まあこれはジャンルですかね、ジャンルって言わないかな、分類ですね、あんま変わんねえか、そういったものがこの書いてあります。で、まあ、これをですね、例えばこんな感じで、まあ、ちょっとこれはいいな、消して、そうですね、例えば呼吸器系とか分かりやすいですかね。肺とかここに辿っていくとあるんですけれども、肺でこれでアドってやると、肺の画像がこうやって出てくる。であと、器官もなんか追加しておくといいかなということで、ね、あと、やると器官がこうやって追加される。こんな感じで臓器一個一個を、どんどん、まあ、組み合わせた画像を一つ作る。であとはイメージの回転もここでできますし、あとはなんか、色とかもここで。設定できたりします。例えば、まあ、灰はそうだな、青にしてみよう。そうすると青くなるとか。まあ、紫とかあるんですけども、あんまりお勧めしないですね。グレーになるので。はい。まあ、こんな感じのサービスがありますと。これが、まあ、DBCS、まあ、提供しているサービスのうち一つ。こっちじゃない。であります。で、このアナトモグラフィーを、Twitter から自由に、まあ、大体自由に使える。使うためのボットを私の方で、まあ、作りましたと。で、Twitter とは何かと。つぶやきを配信するサービス。で、まあ、大体私、まあ、今ご存知ですよね。こんな感じで、なんか自分の発言を、まあ、ひたすら垂れ流せて、で、他の人の、自分がフォローしているユーザー、まあ、自分がなんか発言を購読しているユーザーの発言一覧がこうダーッと流れてくる、こういったサービスです。で、ツイッターの、まあ、こういうサービスなんですが、ツイッターボットというものがツイッター上にはいろいろありまして、プログラムで自動的にそのツイッターに発言を
まあ、つぶやきを行っているアカウントっていうのがいくらかあるんですね。で、まあ、もうツイッターできてから何年か経ってるんですけども、今さまざまなツイッターボットがいます。ニュースを配信するツイッターボット、例えば BBC ニュースとか海外のやつとかあります。あとは Google ニュースとか Yahoo ニュースとか、そういったものをなんか定期的に配信してくれるボット、まあ、そのボットをフォローすれば自分の、まあ、フォローしている人の発言一覧、まあ、タイムラインっていうんですけども、そこに、どんどんニュースの情報が流れてくると。あとは天気予報ですとか、あとはなんか漫画とかアニメとかのキャラクターものの、ボットを作ってそれになりきった発言を流しているものもあったり、あとはなんかよくわかんないネタのやつとかあったりしますね。なんか就活に関するわけわかんないことを流しているボットとか出てきましたけども、で、私が作ったボット、ボディ 3D についてここからちょっとようやく説明させていただきます。アドモグラフィーをツイッターから扱うためのボットです。で、ツイッターって基本的に人とのやり取りって、まあ、リプライを使ってやることがあるんです。まあ、相手にまあ話しかける、まあ、返事するっていった意味なんですけれども、ユーザー名を指定して、それでその人に対して発言するっていうことができます。で、このボットに対して、発言、まあ、臓器名などの情報を送ると、その指定された臓器の 3D のモデル画像を、まあ、アナトモグラフィーのサーバーの方で作って、でそれにアクセスするための URL を返してくれます。で、まあ、Twitter、まあ、普段使っている人なんかはこういうの Twitter から使えると便利なんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけど、 Twitter から 3D モデル画像が手軽に作れる、ただ単にリプライを送るだけでできると。でこれがボディ 3D のページです。はい。なんか画像を摘出しましたけど、なんか発言がとりあえずひたすら並んでるんですけども、こいつをフォローして、それでリプライを送ると、アナトモグラフィーの 3D の、臓器のモデル画像が作れると。で、アクセス、まあ、Twitter アカウント持ってる人、まあ、試しに見ていただけると嬉しいです。Twitter.com すら、ボディ 3D でアクセスできます。でもまあ私が、まあ、持ってない、アカウント持ってない方のために私がここでやります。これは私のツイッターアカウントですね。なんか見えが切れてるかな。だいたい真ん中ですかね。629。流れてきてる。はい。はい、アップデートすると、自分の発言が流れると。で、ボディ 3D に発言、なんかリプライを送るときには、アットボディ 3D で、そうですね、例えば、肺の画像が欲しいということで、肺とこうやって送ると。で、ボットが、開いたときに URL が右上の方にあるので、そこからリンクで辿れると思います。まあ、さっきのちょっと、まあ、まとめですね。こうやって例えば心臓ってリプライすると心臓の画像についての URL が返ってくる。で、リンク辿るとこんな感じで心臓のモデル画像が来る。
で、色し、やと思いでもして、これ 0xFF000 って樹状心数で表示した、まあ、赤なんですけれども、こんな感じでリアルな心臓が作れると、赤い心臓が。であと、複数の臓器を一度に指定できます。ちょっとこれ、セミコロン区切りになってるんですけれども、心臓、セミコロン、肺ってやると、肺と心臓がこうやってくる。やっぱり心臓真ん中の方ですね。で、まあ、お礼をありがとうとかって、まあ、感謝の気持ちで言うと、まあ、ちょっと若干言うじゃないですか。ありがとうで臓器探して。はい、ダメですって。で、紹介は以上です。で、実装の話をちょっと軽く、どういうふうに動いてるのかっていうお話をしたいと思います。プログラム、その JLB 自体は、JLB、すいません、Body3D 自体は JLB という、まあ、プログラム言語って言っていいんですかね、それのスクリプトで動いてます。で、JLB っていうのは、まあ、Java とか Ruby とかってご存知ですかね、聞いたことある方も結構いらっしゃると思うんですけども、Java と Ruby をなんか、両方とも使えるみたいな、いいとこ取りみたいな言語。言語というか、まあ、Ruby ベースなんですけども、そういったものです。で、Twitter との、Twitter とその Body3D のプログラムの通信部分を、Ruby の、Twitter というパッケージを使ってやっています。で、Anatomography との通信は、Anatomography 自体がその Java の API を、まあ、提供していますので、それを使って、まあ、通信を行います。で、まあ、Chrome っていうそのプログラムをその一定期間ごとにとか、まあ、そういうのを指定して自動的に起動させるための、ツールがあるんですけども、これで毎分起動させています。処理の流れ、まあ、図で書くとこんな感じです。 Body3D のスクリプトが毎分毎分実行されます。で、こうやって Twitter から Body3D に対するリプライを検知した。すると Body3D のスクリプトは、そのリプライをパーズして、まあ解析して、それで、画像生成のリクエストをアナトモグラフィーのサーバーに送ります。これは別サーバーでそれぞれ動いてます。で、アナトモグラフィーのサーバーは画像を生成して、それに対する URL を Body3D のスクリプトに返します。で、この URL を、リプライをくれたユーザーに対して Body3D のスクリプトが送ると、こういった感じでできています。で、それぞれ、まあここの Twitter との付き合いの部分が Ruby で、それ以外のは Java で、Java API を使ってやってます。こんな感じです。なんで作ったのっていうと、まあ、これを Twitter で買ったというか、はい。まあ、Anatomography のサービスにちょっと使っているけど、まあ、API も用意されていると。ユーザーに、Twitter ユーザーにもなんか知ってもらえたらいいんじゃないかなと思って、API があるので、それを使って Twitter ボットを作って、で、みんなに使ってもらえ、みんなにこうやって教えれば、なんか使ってもらえるんじゃないかなと。そう思ったので作ったっていう感じです。これもなんか本当ひらめきで、こんなボットあったらいいですよねっていう感じで話をしたら、ボーノさんが二つ返事で、じゃあ作ってみたらみたいなおっしゃってくれたので、早速まあ作ってみるという感じです。これは適当です。利用者からの喜びの声まあ、全部つくば市23歳だったんですけど、はい、まあまあ、こんな感じの喜びの声が別に、まあ、あったらいいなという感じの話です。で、ボット作ってて、まあ、作って実際に起こして改善したい点もちょっといくつかありまして、臓器の指定をもっと簡単にできるといいな、あんまり例では見せなかったんですけれども、複数の臓器をそれぞれの色や透明度を細かく指定できるんですが、それをやろうとしたときに、こうなんか臓器の位置、カンマ、色、カンマ、透明度で、その後セミコロンを振ってまた同じのを繰り返す、ちょっと書き方が煩わしい感じ、まあ複雑な感じなんですね。で、これの一箇所でも間違えてると、どっかおかしいっていうエラーを返してくるので、これもちょっと簡単な書き方で、クエリ、まあ、リクエストを送れるといいかなと思っております。あとは臓器の名前の表記の揺らぎに全然対策しなくて、辞書に、このアナトムグラフィーの辞書に、載ってる臓器の名前に対してのクエリだけ、リクエストに対してだけちゃんと、結果を返すようになってます。なので、こっちの難しい方のねという感じはちゃんと辞書の中に入ってるんですが、こっち入ってないんですね。まあ、目の
画像も何個作れるんですけれども、こっちの目でやると不明の臓器ですって返してしまうのが現状なので、そこの対策をしたいなと。あとはまあおまけで挨拶などでちゃんと対応してくれると、まあフレンドリーなことになるのかな。ありがとうに対して未知の臓器ですってかなり冷たいと思ってそれなんかしたいなと思ってます。はい、これがボディスエリーに関してのお話でした。でまあ時間も大丈夫そうなので、はい、大丈夫そうなんですが、ここから先多分5分もかかんないです。他のお仕事の、私がやってた他のお仕事についてもちょっと軽くお話をしたいと思います。サーバー管理の話です。g86.dbcs.jp サーバーがありまして、dbcs の RA が、まあ、大体の人が、86世代で、まあ、86年生まれの人たちなんですけれども、それからちなんで付けられたサーバーになります。で、RA の人たちが滋賀県に使っている Mac Pro のサーバーが、ここの5階の、まあ、我々が普段いる部屋にあります。で、こいつの管理を私の方でやってます。Body3D のスクリプトもこいつで動いている。で、CPU とかメモリーは結構なものを積んでいるので、そうですね、ある程度重い処理とか、そういったものもここでだんだん動かすことができると。そうですね、さっきの前のプレゼンの章のなんか辞書生成の部分とかかな、この学習とか、学習の部分とか、そういったところはこのサーバーでもう CPU じゃんじゃん使って、もう長い時間動かして計算したりとかしてました。まあこれの管理をしたいっていう感じです。で、まあ管理して例えばこういう、これはまあ、この Mac Pro のサーバーの負荷とか、まあこれは Apache の Web サーバーのアクセスのグラフです。こういった統計を出したりとかっていうのを最近ちょっと始めたりとかしてます。はい。で、もう一つなんですが、まあ、いきなり難しい名前が出てきましたが、これからやろうとしていることの一つです。DNA マッピングっていう、まあ、なんていうんですかね、問題って言わないかな、そういった、まあ、DNA のなんか対する処理がありまして、これをクラスター環境、まあ、たくさんのマシンが、一つのでかい、計算機の、まあ、一覧を形成したものなんですけれども、それで、分散処理するっていったことを、これからやっていこうと思っています。もっともっと。で、DNA のマッピング処理っていうものが、その DNA ってそもそもご存知ですかね。聞いたことない方は多分いらっしゃらないと思うんですけれども、まあ DNA はいいか。染色体ってご存知ですかね。生物の中、その細胞の中の核のさらに中に入っているこういうなんか人間だと24本あるとかっていう、その DNA もがぐちゃぐちゃになってできたものなんですけれども、これ1本ごとに対して DNA のマッピング処理っていうものをなんかリクエストが来た時にやるんですけれども、それぞれのこの染色体1に対してとか染色体2に対してとか、それぞれのに対する、まあ、リクエストの処理をそれぞれ別々に同時に並列にやることができるんですけど、でクラスター環境というのは CPU とか、まあ、利用可能なメモリがたくさんあって、そういった並列処理をやることにすごく、得意な環境です。でこの環境上で、DNA マッピングを処理するためのスクリプトを書いて、一連のマッピング処理を自動化すると、まあ、後々 DNA マッピングしたい人ができた時に楽なんじゃないかなということで、これからやろうとしていることです。でこれが、まあ、クラスター環境です。なんか写真ちょっと分かりづらいですかね。これ横長のやつが、何台かあるのかな。で、まあ、サーバーラックというものにこうやって詰め込まれてるんですけども、CPU が8個あって、あとはメモリが16ギガの計算ロードが8台あって、もう1台さらに、ファイルサーバーと、あとさらにもう1台メモリが大きい、それ128ギガメモリがあったりとかするんですけども、こういった環境で、マッピング処理を行うための、スクリプトを、これから、準備しようと思っています。
であとは、まあ、バッジジョブシステムがあるということでそういった、並列計算などを自動的に行うための、環境もこの中にすでに整っています。さっきちょっと言いましたけど染色体24個に対して何か種類分割できると例えば CPU1 個で逐次染色体1に対して処理して2に対して処理してっていうのをバーッてやっていくと当然ながらまあ設定な時間がかかってしまう染色体本数に比例する大体比例する時間がかかってしまうそれが 24CPU だと使うとこんな感じで一本一本の染色体に対する処理を同時にバーッと走らせることができるので処理時間が実質これだけですもん大体イメージこんな感じです分散処理とでまあこんな感じでわーすごいってなるまあただし理論上作れるはいで以上ですまあそんな感じで私が、DBC ですねこれまでやってきたことこれからやることのまとめです Twitter ごとボディースリビューを作るとこれ始めたのは思いつきで文吾さんにすぐに書いていただいてやりましたはい、やりましたであとサーバー管理で Mac Pro にされたいからやってるという感じですDNA のマッピングの分散処理、分散処理が好きだからやっているという感じです。で、まあ、その、やりたいことってやる気があれば、まあ、いろいろできる環境が整っているかなっていう、そういった感じが、まあ、私が BBCS の RA に対する、リサーチアシスタントに対する、まあ、印象です。はい、というわけで、ちょっとガラガラした感じになってしまいました。すいません。私の発表は以上です。ということで、ご清聴ありがとうございました。